50周25セント効果の裏面に描かれたスーザン・コンスタント、ゴッドスピード及びディスカバリー・スーザン・コンスタントは1606年にクリストファー・ニューポートに率いられて植民を目指し来たアメリカ大陸へ向かった3隻のバージニア会社の船のうちの1隻である。この船の入植者は来たアメリカ大陸におけるイギリスの最初の永続的な植民地であるジェームズタウンを建設した。 ニューポートは1606年12月20日、スーザン・コンスタント、ゴッドスピード、ディスカバリーの3隻の船に105人の入植者と39人のクルーを乗せ、ロンドンからバージニアに向けて出航した。スーザン・コンスタントは前年に建造されたばかりで3隻の船のうち最大の船であり、71名が乗船していた。この船団は約4ヶ月かけて大西洋を横断し、 1607年4月26日に、チェッサピークワンワン港のヘンリー岬に到達した。そして、入植に適した土地を求めてジェームズ川を遡り、5月13日に川口から約5 0トル遡った地点を入植地に定めた。この土地は、ジェームズタウンと名付けられ、北アメリカ大陸における、イギリスの最初の永続的な植民地となった。スーザン・コンスタントは、 入植者を送り届ける役割を遂げると、ゴッドスピードと共に1607年6月にイギリスに戻った。ディスカバリーは入植地に残された。ジェームズ川沿いのジェームズタウンセトルメントには、数材コンスタント、ゴッドスピード及びディスカバリーの3隻の船のレプリカが展示されている。ありがとうございます。